時は2019年9月21日、山梨県南鶴郡道志村のキャンプ場で当時7歳の女の子が行方不明になりました。その後、女の子の DNA 型と一致した人骨が発見され、女の子は死亡したと判断されましたが、実は死因が判明しておらず未解決のままのこの事件、捜査が進んでいくうちに不可解な事実が次々と明らかになっていきます。これは本当にあった闇が深すぎる事件である。僕の名前はズンだもん。山梨県南鶴郡道志村で暮らしてるめちゃくちゃ普通の男の子。家でまったりしてるのも楽しいけど、キャンプに行ったり釣りをしたりアウトドアも大好きなのだ。今日は親友がうちに遊びに来てるから、今後のキャンプの計画でも立てるとするか。なあズンダモン、最近椿村オートキャンプ場で女の子が行方不明になったの知ってる？え、それって僕らがよく行くキャンプ場じゃないか。そんなことが起きてたなんて全然知らなかったのだ。実は今かなり話題になってるんだよね。俺が知ってる範囲で説明してやるよ。遡ること数日前の2019年9月21日12時15分。遅くなってごめんね。全然大丈夫よ。お姉ちゃん、美咲ちゃん、久しぶりだね。こんにちは。運転疲れたでしょ？全然大丈夫よ。受付とかテントの準備ありがとう。私もすぐに手伝うわね。あれ？みんなの子供たちは？すぐそこの森で遊んでるわ。でも、もうすぐご飯だから、そろそろ呼び戻さないとね。2019年9月21日7時頃、当時7歳の美咲ちゃんは母親と姉と共に千葉県成田市の自宅を車で出発し、母親のママ友に誘われた複数の家族での合同キャンプに参加するため、山梨県道志村の椿村オートキャンプ場に向かいます。このキャンプは3連休を利用した2泊3日の計画で、初日に仕事があった父親は2日目から参加予定でした。参加者は7家族の計27名で、これまでにも何度も一緒にキャンプをした仲であり、先に到着した家族の子供たちは広場の裏の森で遊んでいたようです。美咲ちゃん家族が正午過ぎに到着した後は7家族全員で楽しく天ぷらそばを食べ、その後、大人たちが見守る中、子供たちは再び広場の裏の森で遊びました。なお、子供たちの中の数名は、このキャンプ場に何度か来ていて土地勘があったため、広場の入り口とは反対側の斜面を登って探検したりなどしていましたが、この時、このキャンプ場に初めて来た美咲ちゃんも子供たちと共に遊んでいたようです。このようにしばらくの間、楽しい時を過ごしますが、この後、日本中を震撼させる悲劇が起きてしまいます。15時20分頃。たくさん遊んでお腹が空いたでしょ？おやつはチョコバナナよ。やったー。これからじゃんけん大会をします。勝った人からチョコバナナを食べれるからね。数分後。食べ終わったし、遊びに行こうぜ。いいね。私も行く。みんな食べるの早いなぁ。15時40分頃。美味しかった。ねえ、お母さん。みんなのところに行っていい？うん、いいよ。転ばないようにね。はい。おやつの時間になり、広場に呼び戻された子供たちは近くの炊事場でチョコバナナを食べます。この時、じゃんけんをして勝った子供からおやつを食べることができるルールで、食べ終わった子供たちは再び遊ぶために15時35分頃、広場から出発していきました。美咲ちゃんはじゃんけんに勝てなかったのか、他の子供たちよりも食べ始めるのが遅かったようで、15時40分頃におやつを食べ終えると先に遊びに出た子供たちを追いかけます。炊事場で洗い物をしていた母親が広場を出て T 字路を左に曲がる美咲ちゃんを見ていますが、その後、わずか10分程度の間に美咲ちゃんは行方不明になってしまったのです。時を戻して2019年9月25日。たった10分でいなくなっちゃったなんてびっくりなのだ。そうだよな。美咲ちゃんのお姉ちゃんを含め、先に広場を出た子供たちは沢に降りて遊んでたんだけど、そこに行くためには広場を出て T 字路を右に曲がるんだって。あれ？美咲ちゃんは左に曲がったんだよね。それで迷子になっちゃったのかな？その可能性もあるよね。実は、美咲ちゃんが広場を出た10分後くらいに大人2人が子供たちを迎えに行ったんだけど、その時も T 字路を左に曲がってるんだ。だけど、子供たちを見つけて沢の向こう岸から声をかけるまでの間、美咲ちゃんの姿は見かけなかったんだって。ふむふむ。子供たちが広場に戻ってきた時に、美咲ちゃんがいないことにお母さんが気づいてお姉ちゃんに確認したら、そもそも美咲ちゃんは沢に来てないことがわかったらしい。それで、すぐ全員で探したけどどこにもいなかったんだって。美咲ちゃんって確か7歳だったよね。10分じゃそんなに遠くまで行けないと思うのだ。俺もそう思う。だけど、警察や消防、自衛隊が全力で捜索しても手がかりが全然ないらしい。へえ、無事でいてほしいのだ。ボランティア本部も設置されたみたいだよ。俺たち、あのキャンプ場周辺には詳しいし、捜索ボランティアに参加しない？いいね。参加したいのだ。
美咲ちゃんの姉を含む、先に遊びに出た子供たちは広場を出て T 字路を右に曲がり沢に行きますが、後から追いかけた美咲ちゃんは左に曲がって逆方向に進んでしまいます。そして、美咲ちゃんが広場を出発した約10分後の15時50分頃に大人2名が子供たちを迎えに行きますが、その際、美咲ちゃんと同じように T 字路を左に曲がり小道を入って対岸にいる子供たちを見つけており、その間、美咲ちゃんの姿を見かけることはありませんでした。広場に戻ってきた子供たちの中に美咲ちゃんがいないことに気づいた母親が姉に確認したところ、そもそも美咲ちゃんは子供たちと合流していなかったことが判明します。その後、すぐに全員で美咲ちゃんを捜索しましたが、どれだけ探しても見つけることができなかったため17時頃に警察へ通報しました。そして、約1時間後に現地に到着した警察と地元消防団で美咲ちゃんを捜索しますが、結局、見つけることはできず22時に捜索を終了します。警察と地元消防団の捜索終了後も母親たちは捜索を続け、日付が変わった9月22日1時30分頃には連絡を受けた父親と友人が現地に到着し捜索しますが、やはり美咲ちゃんを見つけることができなかったため、9月23日に美咲ちゃん行方不明の報道発表を行い、その翌日には山梨県が自衛隊に派遣を要請しました。そして、警察、消防、自衛隊が参加し、警察犬、ヘリ、ドローンも使用して捜索しましたが、それでも美咲ちゃんは見つからず手がかりもない状況が続きます。そして、現場のキャンプ場やその周辺に詳しいズンダモンたちは、ボランティアとして捜索に参加することになりました。9月26日。一生懸命探したけど全く手がかりなしなのだ。残念だけど、仕方ないね。ボランティアの捜索は16時30分頃で終了予定らしいから、そろそろ時間だな。もうそんな時間か。あっという間なのだ。数時間後。僕らは地元だしこのキャンプ場周辺にもめちゃくちゃ詳しいから、本当はまだ捜索してなさそうなところをガンガン攻めたかったんだけどな。未捜索エリアは危険な上に、ボランティア保険の適用対象外みたいだし、警察も消防も自衛隊も捜索してるから、勝手に行動したらかえって邪魔になってたかもしれないよ。確かに。ボランティア本部がいろいろ教えてくれたり指示してくれたからよかったね。うん。それにしても、こんなに大人数で探してるのに、手がかり一つないなんて。美咲ちゃんは一体どこに消えちゃったんだろう。早く見つかってほしいよね。数日後。最近 SNS 見てる？あんまり見てないのだ。何かあったの？美咲ちゃんのお母さんが炎上してるらしいんだ。どういうこと？インスタグラムに友達や知り合いに向けたメッセージを投稿したんだけど、その時に捜索ボランティアが連れてきてた白馬の写真を載せたらしい。そしたらよくこんな時に投稿できるなとか親の自己責任だろとか批判が殺到したんだって。母親が美咲ちゃんを殺したんじゃないかって言ってる人もいるみたい。美咲ちゃんの行方不明が報道されるようになって、友達や知り合いからもいっぱい連絡来てただろうし、一つ一つに返信できる状態じゃなかったから、インスタグラムに投稿したんだと思うけどね。僕もそう思う。キャンプ場で、美咲ちゃんのお母さんとちょっと話したけど、めちゃくちゃ辛いはずなのに、僕らボランティアのことを気にかけてくれる優しい人だったのだ。証拠もないのに好き勝手なことを言う奴らは許せない。人それぞれ、いろんな価値観があるだろうけど、自分の考えと違うからって誹謗中傷していいわけじゃないし、憶測で犯人と決めつけるなんて良くないよな。警察や消防、自衛隊、そして、ズンダモンたちも参加した捜索ボランティアが必死に美咲ちゃんを探しますが、手がかりも見つけられないまま時間だけが過ぎていきます。この間、美咲ちゃんの母親はインスタグラムに友人や知人に向けたメッセージを投稿しますが、この投稿が多くの人たちの目に触れ批判の声が殺到しました。美咲ちゃんが見つかった後の生活を考えた家族の意向で、当初は美咲ちゃんの顔写真を非公開にしておりましたが、事件に巻き込まれた可能性が否定できないため9月30日に顔写真を公開することにします。それに伴い、現地で取材に応じた母親は次のように語りました。美咲に関わるどんな些細なことでも構いませんので、皆様から情報をいただけましたらありがたいです。このように、美咲ちゃんの母親はメディアに顔出しして幅広い情報を求めましたが、この取材内容を見た視聴者の一部から、次のような批判的な意見が出てしまいます。美咲ちゃんの母親、妙に冷静すぎて違和感。会見で涙が一切流れてなくて草。父親が顔出しをしないから怪しい。っていうか、母親が美咲ちゃん関連の投稿に自分のお店のハッシュタグを入れてるなんて宣伝でしかない。そもそも娘が行方不明中なのによくインスタ更新できるね。こういう親だから子供から目を離すのかな。母親が犯人に決まってる。このような批判を受けながらも捜索は続けられましたが有力な手がかりを得ることができないまま、行方不明になってから約1ヶ月後の10月16日に山梨県警から大規模捜索の打ち切りが発表されてしまいます。
それでも、両親はボランティアと共にキャンプ場周辺を捜索し続けましたが、台風の接近に伴い、美咲ちゃんが行方不明になってから約1ヶ月ぶりに自宅へ戻ることとなりました。この時、祖父母に預けられていた美咲ちゃんの姉は両親を見て泣きじゃくっていたようです。その後も美咲ちゃんが見つからないまま月日が流れますが、約3年後に事態は急展開を迎えます。2022年4月。なあ、ずんだもん。キャンプ場の近くで人の骨が見つかったの知ってる？知ってるのだ。でも、まさか枯れ沢で見つかるとは思わなかった。あそこは舗装されてない山道の急斜面を登っていかないといけない場所だろう。そもそも、骨を見つけたのは誰なんだろう？美咲ちゃんの捜索ボランティアの人だって。え？そうなんだ。ずっとずっと美咲ちゃんを探してくれてたんだね。すごいのだ。見つけた時は、骨が欠けてたのもあって動物の骨だと思ったらしいんだけど、携帯で写真を撮って、家に帰ってから調べてみたら人間の骨っぽかったから、警察に情報提供したんだって。ふむふむ。ただ、まだ誰の骨かわかってないらしいよ。そうなの？てっきり美咲ちゃんの骨だと思ってたのだ。その可能性もあるだろうけどね。でも、美咲ちゃんがいなくなったばかりの頃、枯れ沢や子供が行けなそうな場所も、警察がローラー作戦で捜索したはずだから、もし今回見つかった骨が美咲ちゃんのだとしたら、今さら、探したはずの場所から見つかるのっておかしいよな。確かに。美咲ちゃんが生きてる可能性を信じていたいから、手がかりは見つかってほしいけど、骨は美咲ちゃんのじゃなければいいなと思う。僕も美咲ちゃんには絶対生きててほしいのだ。美咲ちゃんの行方不明から約3年後の2022年4月23日捜索ボランティアが山中で骨のようなものを発見し、携帯で撮影して帰宅した後4月25日に警察に通報します。そして、発見したものは人の頭の骨であることが判明しました。DNA から個人を特定するには、STR 型検査法という細胞内にある核の DNA を調べる方法が有効ですが、この方法で頭の骨を検査した結果身元を特定できるだけの DNA が検出できなかったため、警察は細胞内にあるミトコンドリアの DNA を調べるミトコンドリア DNA 鑑定を進めました。そして、美咲ちゃんの母親と血縁関係があるとして矛盾はないという結果が出たのですが、美咲ちゃん以外の人の DNA である可能性が排除できないため、頭の骨が美咲ちゃんであるとの特定には至らなかったのです。しかし、警察はこの頭の骨の発見場所付近を改めて捜索しており、事態はさらに大きく動いていくのです。1ヶ月後。結局、美咲ちゃんは亡くなってたみたいだね。悲しすぎるのだ。そうだね。後から見つかった肩甲骨っぽい骨の DNA 型が美咲ちゃんと一致したらしいね。肩甲骨がなくても生きてる可能性は？残念だけど、それはないと思うよ。肩甲骨は生命維持に不可欠っていう医者の所見も含めて、警察は美咲ちゃんが死亡したって判断したんだって。そっか。美咲ちゃんの家族はどうしてるかな？心配なのだ。ずっと美咲ちゃんの無事を信じて捜索し続けてたから、ここ最近の急展開に心が追いついてないみたいだよ。美咲ちゃんが亡くなったって受け入れるには、結構、時間がかかるんじゃないかな。美咲ちゃんが行方不明になった当初は懸命な捜索にもかかわらず手がかりがないままでしたが、約3年後に頭の骨が見つかったのを機に再び近辺の捜索が行われた結果、肩甲骨をはじめとする複数の部位の人骨のほか、美咲ちゃんが身につけていたものと特徴が一致する運動靴や靴下などが相次いで発見されます。頭の骨は美咲ちゃんと特定されませんでしたが、後から見つかった肩甲骨の DNA 型が美咲ちゃんと一致し、2022年5月22日に警察は美咲ちゃんが死亡したと判断しました。このことを受けて、美咲ちゃんの母親は次のように語ります。次々と想定していないことが続く中、ずっと美咲の無事を祈りながら過ごしてきました。警察の方から口頭で DNA 鑑定の結果を説明されただけでは、娘を諦めることはできず、とても受け入れることができません。お骨になってでもせっかく帰ってきた美咲ちゃんを受け止めてあげてとお言葉をいただいても、希望的観測の上に行動しても全く意味がありませんとお叱りのメールが届いても、今は納得することも受け止めることも難しく、メールにまともに目を通すこともできません。その後、7月1日に山梨県警から美咲ちゃんの捜索を終了するとの正式な発表があり、関連物の発見や新たな情報が得られれば捜索が再開される方針となります。こうして、美咲ちゃんがなぜ死亡したのか不明のまままた月日が流れていったのです。数ヶ月後。美咲ちゃんの捜索が打ち切られてから、新しい手がかりは何も見つかってないし、美咲ちゃんの身に何が起こったのかわからないままなのだ。もしかして、熊に襲われちゃったとか？見つかったものに動物に襲われた痕跡はなかったみたいだから、可能性は低いな。そうなんだ。そういえば、キャンプ場の駐車場って誰でも自由に入ってこれるから、
美咲ちゃんの車に轢かれて証拠隠滅のために運転手が連れてったって説もあったよね。そんな説もあったね。引いたわけじゃないとしても、美咲ちゃんを誰かが車で連れ去ったのかもしれないのだ。後から犯人がこっそり骨とか靴とかを捨てたとか。それもあり得る。ただ、美咲ちゃんの手がかりが何も見つかってないときは、事件に巻き込まれた可能性も高いって考えられてたけど、いろいろ見つかった今では、道に迷った美咲ちゃんが警察の捜索エリア範囲外で亡くなって、その後に骨や靴なんかが野生動物に運ばれたり雨で流されて発見場所まで移動した説が有力なんだって。そうなの？美咲ちゃんは一人でそんなに遠くまでは行けないと思うのだ。俺も、事故にしては違和感あるなとは思ってるよ。大体、警察の捜査エリア範囲外のところも、ボランティアが何度も探しに行ってるしね。そうそう、子供はわけもなく山に登るもんだって言って、めちゃくちゃ山の上の方まで探してくれてた人たちもいたのだ。かなり大人数で何日も探したしね。それに結構、狭い範囲で遺留品が発見されてることとか、靴や靴下の状態が警察からそれほど劣化してないって発表されたこととか、事故にしては不自然だと思うんだよな。絶対おかしいのだ。ずっと山の中にあったんなら、靴も靴下もめちゃくちゃボロボロになってるはずだろう。そうだよね。あと、遺留品のうちジーパンだけが見つかってないのも気になるな。美咲ちゃんはきっと事件に巻き込まれたのだ。犯人がいるとしたら許せん。真相はわからないけどね。これが山梨県道志村のキャンプ場で起きた山梨キャンプ場女児失踪事件である。行方不明当初は何も手がかりが見つからないことから事件の可能性も高いとされていましたが、骨や遺留品が見つかったことにより捜索エリア範囲外での事故の可能性が有力視されます。しかし未だに死因も不明であり、真相は謎に包まれているのです。このような中、美咲ちゃんの母親は次のように語ります。美咲の無事の帰りだけを信じてずっと全力で活動してきたため、5月に警察から鑑定結果を口頭で聞くだけでは娘が亡くなっていることを認めることができず、違うという可能性を探し続けてきました。しかし、少しずつ時間が経つにつれ、もし美咲が家族の元に帰りたいという思いから、動物に頼んで自分の体の一部を運んでもらい、あの場所で一人で自分を見つけてもらえるのを待っていたのだとしたら、母親の私がこのまま受け入れないと言い続けたら美咲が悲しむのではないかと考えるようになりました。警察の捜査が終わり、美咲のものが手元に戻ってきた時には、守ってあげられなくて本当にごめんなさい。帰ってきてくれてありがとう。お帰りなさいと伝えたいです。幸せだった日々が一転し、ある日突然事件や事故に巻き込まれてしまうことがあるのです。今後このような悲劇が繰り返されないためにできることを考えなければならないことをお伝えし、本事件の紹介は終わりとする。